クロージングでどう言うから即決とか、うん、そういう問題じゃないんですよね。プレゼンテーションというのはハーモニーである。皆さんこんにちは、質問型営業の西野です。そして青木武史です。どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。さあ先生、はい、今日のテーマは、はい、即決っていうテーマでお届けしたいと思います、はい、皆様こんなお悩みないでしょうかね。いやーまた引き延ばされちゃったよであるとか、いや決まるかなと思ったんだけど、なんたがいろんなこと言われて、はい、結局また決まらなかったんですよね、はい、まあ、そんなお悩み時折聞かせていただいたりするんですが、はい、そのあたり先生今日ズバリお答えをお願いします、はい、それはね、はい、クロージングの問題じゃないんですよ。クロージングに失敗してるんじゃないんですね。じゃないんですよね、はい、実はそのアプローチからプレゼンテーションで本当にその良さを、うん、提案、解決策を提案できない、はい、良さを分かってもらえないということが実はクロージングで伸びちゃうということなんですね、はい、うん、だから本当にその良さを分かって、うん、これは解決できるとしたらどうですか。もう今すぐ欲しいってなるじゃないですか。聞かして聞かして、そう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 、はい、だからその気持ちになったら即決になるわけですよ。欲求度合いがそこまでぐーっと高まってるってことですよね。そういうことなんですよ。だから、うん、クロージングでどう言うから即決とか、うん、そういう問題じゃないんですよね。あ、クロージング弱いとかなんか言ったりしますよね、うん、そういうことなんですよね、だからやっぱり、アプローチでお客様が本当に欲求ニーズを、聞いてあげて、うん、あるいは問題課題を聞いてあげて、はい、前のめりで商品のお話を、その解決策のお話を聞こうとしてるから、はい、ということですね。そしてその聞かせていただいたら、あ、もうイメージとして、あ、これならうまくいく、はい、ということがお客様の中で、描けたら、あ、ということなんですよ。うまくいくって確信を持っていただいている。そういうことです、はい、そうすると、うん、即決、もう即決というより早く欲しい。即決ってちょっと営業マン側の言い方に聞こえますよね。そうそう、私ね、あの過去の買い物でね、まあ、前のビジネスで、そういう自分の能力を引き出すカリキュラムね、はい、まず自分が買ったんですよ、でその時にプレゼンを受けた時に、もうすぐ欲しいと思ったんですよ、はい、だからこれもう持って帰らせてもらえませんかと、お客様側で。そうそうそう、はい、その時クレジットがどうこうとか言われましたけど、うんうん、いやもう必ず通りますから、うん、もう持って帰らせてください、わー、はよちょうだい、はよちょうだい、そういうこと、その心理なんですよ。なるほど、家まで持って帰ってそのカリクラムを開けるのも待ち遠しい、はい、へー、プラットホームで開けましたこれ待ちきれず待ちきれず、それなんですよ。それぐらいのイメージを持たせることができたかっていうことですよね、それが即決っていう私はことやと思うんですよね。なるほど、でそういう風になっていくために、じゃあそのアプローチでどういうことを言うのか、ということですよね。そして、やっぱりこの欲求ニーズということを引き出す、はい、ということなんですけど、そこにしっかりと直面をしてもらう、その事実をね、お客様の課題に対して、そのアプローチでその欲求ニーズを引き出したら、はい、それが実はまた明日また明日と伸ばせるんじゃなくて、はい、いや本当にこれは欲しいんだと、そういうことを解決、あるいは問題であれば解決しなければいけないんだと、という気持ちを持ってもらう、ためにはやっぱり直面っていうこともいるんですね、意外とあの早くしないといけないんだけど脇に置いている。そう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 、だからそこの、まあ、今日は直面ということをちょっとテーマね、はい、絞りたいんですけど、欲求が出たとして、はい、直面して、うん、そこに向かって取り組もうという姿勢を持ってもらえるかどうか。そうすると商品っていうのはものすごい効くわけですよね。そうですよね、しっかりね、まあ、だからね、はい、結局もうその場ですぐに手に入れたい、自分の問題が解決するという感情になってもらわないかんですよね。感情、そうそうそう、あ、もう止められない、そう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 、だからそれがいかに実はクロージングでやるかっていうんじゃないんですよ。あ、クロージングは確認なんでね。あ、
それぐらいの思いで。そうそうそう、はい、だからむしろアプローチで本当に相手の望んでられること問題課題を引き出して、うん、もうまさにその営業の方もだからこそこの解決策なんですという状態でできるんですね、うん、だからプレゼンテーションというのはハーモニーであるってねよく私言ってるんですけど、はい、もう相手にとっては本当に心地よい、その気持ちにさせてくれるイメージもできて、イメージもできるっていうね、まあ、そういうような形でプレゼンテーションが行われる、はい、じゃあその即決の秘訣としてはクロージングが下手とかそういうことではなくて、もうクロージングじゃ遅いんですよね、むしろね、クロージングじゃ遅いんですよ、ね、手遅れ、そうそうそう、うん、だからアプローチ、はい、うん、プレゼンテーション、うんうん、商品説明がいかにうまくできるかっていうことですよね、はい、相手のニーズに叶えられることを伝えられるか、うん、そのためにはそのニーズということのアプローチというところをいかに引き出して、はい、その解決策になるよということの前提のお話ができるかということになるわけですね。いや先生、今日まさにその今日午前中にやったの、はい、企業研修でね、まさに先生そのこと言われたら、本当にトップセールスの方がそこなんですねってね、すごいおっしゃって、そうちょうどおっしゃってましたよね、そうですね、まあ、というようなことで、はい、実は即決っていうのは私もね、随分即決をしてまいりましたけど、クロージングで即決っていうより、うん、もっとすごいのは会って10秒で即決っていうね向こうは買う気になってられるっていうね、はい、最初のバンバンというやり取りでね、というのを未だに覚えてますけどね。だからあとはもう確認なんですよ、それの買うための確認、内容とそれの確認という状態になっていただいたら、もうおのずとクロージングでは早うちょうだいということになります。じゃあ即決っていうテーマでしたけど、意外と問題はクロージングではなかったっていう。そうなんですよね。どうしてもどういうふうにクロージングしたらいいですかとかね、そうそう、いうことがあるんですけど、はい、うん、それじゃあちょっと申し訳ないんですけど遅いんですよね。だからむしろクロージングっていうのは確認作業で、お客様がね、はい、絶対間違いないんだということを確認していただく、はい、ということでやっていただいたら結構かと思います。だから即決はやっぱアプローチ、はい、そしてプレゼンテーション、まあ、そんなところにかかってるんで、ぜひそこをね磨いていただきたいと思います。ぜひ皆様も試してみてください、はい、はい。そしてそういうことでですね、プレゼンテーションアプローチの基礎になるのが質問型営業のこの入門編、原理原則方法ということをねお話ししています。はい、入門編初めての質問型営業というズームで開催している2時間の講座がございます。もう先生よく言われるのが、質問型営業分かってると思ってたけど受けてみたら、いやいや知らないことがたくさんありましたなんていうね、行間を埋めるような講座でしたなんて言っていただいております。欄外に URL が貼ってございます。ぜひ皆様も覗いていただければと思います。ありがとうございました。